カラスバトは、ハトモクハトカカアラバト族に分類される鳥類。中華人民共和国、大韓民国、日本日本固有アシュ日本固有アシュ全長40センチメートル。頭部は小型。お葉は、やや長い。全身は、光沢のある黒い羽毛で覆われる。上、くちばしを覆う肉質は小型。くちばしの先端は、単行色。講子の色彩は赤い。頭部は、 黒い羽毛で覆われる。くちばしの色彩は単性色や青青色。頭部は赤紫色の羽毛で覆われる。くちばしの色彩は黒い。海岸や当初にある常緑紅葉樹林に生息する。ゆっくりとした飛翔と滑空を繰り返しながら飛翔する。植生は植物食傾向の強い雑食で果実、花、ミミズなどを食べる。地表でも樹上でも採食を行う。 繁殖形態は乱生。樹状や岩の上、木頭などに木の枝を組み合わせた巣を作り、2月から9月に1回に1個の卵を産む。河原鳩やキジバ鳩などは最も人間に慣れている鳥の一種で、青鳩も警戒心は弱い部類であるが、カラス鳩に関しては、歯とかにおいて例外的に人間に対する警戒心が非常に強く、伊豆諸島の場合、 生息する島に5年以上居住していても一度でも全身を肉眼で見る機会があれば運が良いレベルであり、独特の鳴き声や時折飛翔する際のシルエットが見えたり羽ばたき音が聞こえる程度でほとんど人々との接点はない。開発や人為的に移入されたヤギによる生息地の破壊、人為的に移入された猫、ネズミなどによる捕食などにより生息数は減少している。 1969年に、阿守、赤頭カラスバトが、1971年に、種として、国の天然記念物、1993年に、種の保存方式をに伴い阿守、赤頭カラスバトと、阿守、与那国カラスバトが、国内気象野生動植物種に指定されている。小笠原諸島の父島、母島では、気象生物を食害するの猫を減らす対策が、行われ、 一時は数十羽に減った赤頭カラスバトの生息数が、小笠原諸島全体で、最大千羽程度に回復したと推測されている。CJ ナイトンズ赤頭カラスバト、絶滅危惧 IA 類 CJ ステイニゲリー、夜那国カラスバト絶滅危惧 IB 類 CJ ヤンシナ、カラスバト準絶滅危惧。ありがとうございます。